今回は、この挽回ってもしかしてハズレなのでは？に対する読者の反応集を紹介します。わかりやすく強くて使いやすいのスレガの4人と天差残月暫定くらいじゃない？上死にの槍派解釈が分かれるかもしれないけど。佐々木部副隊長のも使いやすそう。落雷を自在にコントロールって冷静に考えたら気が狂ってる気がしてきた。多分能力はそれだけじゃないんだろうし。打つだけのお手軽挽回です。ソイホンは当たりだと思うの。本来凶楽、ヒラコと同じで視界だけで能力完結してるし、それでどうにもならなくなった時のジャンルが違う攻撃法って意味であり。多分隠密軌道のトップの奥の手がこれか。っていうメンツの問題なだけだと思う。明確に通常時の自分には足りない部分、純粋な火力、補えるって時点で割と当たり。千本桜も無傷剣の習得必須やから上死にの槍はだいぶ扱いやすいとは思う。視界と大きく変わらんし。とりあえずルキアの挽回は使いにくすぎる。味方も巻き込みそうなエリア攻撃かつ半歩間違えると本人が死ぬ。凶楽も全く同じこと言えるか。ただ近くにいる兄様が無事なんだよな。前方位後半位ってわけじゃなさそうだよな。体温調節の難しさも修練を重ねることでだんだん慣れていくだろうし。本編で使用した発火のトガメの攻撃範囲は正面方向に限定できてるっぽいね。挽回には必ずデメリットがあるらしいからな。剣聖の挽回も使いやすいよ。マユリと浦原さんのも使いやすくない？マユリは無差別の毒巻き散らしを同行できる技術がないと巻き込み系の筆頭じゃね。黒土マユリも浦原さんも自分好みに改造してそうな気がする。順当強化の視界と良くも悪くも個性が強い挽回って印象。魂コピー機の残白刀が戦いやすいように調整、視界、全力出せるように調整なし、挽回、みたいな感じなんかな。癖が強いけど霊圧は最大限発揮できる。だいぶ連氷林丸でも視界の時点で四方三里にいるうちは巻き込んで丸さねえ自信はねえとか言ってたよな。結局その時の嫌以外誰も巻き込まれた人いなかったと思うけど、あれは切れてたから制御ができないってことだったのかな。それかコントロールできるように修行したのか。そもそも完成した大グレン・ローリン丸って、解放してから4歩踏みしめた空間の全てを凍結させるから巻き込み系の中でも条件は緩い代わりに、巻き込んだ時の影響が凶悪そのもの。挽回は使いこなすのに長い年月を必要とするのは割と一貫してる。閻魔コオロギは使いやすい方。動かす必要ないしな。天差残月は機能が少ない分使いやすい。こいつは修練が必要な挽回筆頭。本人の動きとレースだもんな。って思ったけど、本人の基礎スペックの修練はみんなやってるからマシな方かもしれない。でもサイズ感の誤差修正で死ぬほど手こずりそうなやつだぞこれ。駒村さん自身が鍛錬すれば妙王の動きも良くなるって意味では有用挽回。問題は常に妙王の位置関係を把握しながら動く必要があるという点。それも基本的に妙王が視界に入っていない状態で、敵の位置はもちろん、周囲の被害も考えながらこれをやらんといけないからマジで修練が必要なやつ。気をつけないと駒村さん自身が妙王に踏みつぶされそう。自分、妙王、敵の距離と位置関係を計算して攻撃するって大変だよな。もしかして駒村隊長って数学得意だったりするんだろうか。いちいち頭で計算しながらだと戦闘に対応できんと思う。修練積みまくって感覚が体に叩き込まれてるんじゃないの。ワンコ隊長も当たりの部類だと思う。修練が必要なのは全ての挽回に共通するし、使いこなせば破壊力高い問題は作中での相手が悪いことが多い。断崖上絵が奥義としてはクソすぎる。強いことは強いけど、制限時間付きな上、使ったら実質退場だから1回だけしか使えないし使用できる時間も短すぎるしで奥義どころか、ただの自滅技だろこれ。あれ人家の術でぶっ破してるものだから使用があれなのはむしろじい様の術の方なのでは。駒村さんのやつは一部だけ出す視界の方が強そうじゃない？フォローか当然に視界挽回どっちもかますシーンあるけど、描写的に挽回になったことで破壊力そのものも上昇してるっぽいから一概にそうとは言えない。実は視界は出現する刀と腕が微妙に妙王と違うんだな。だから妙王の一部を召喚してるわけじゃなく、破壊力も妙王には劣る。直接攻撃系はまあやらなんやら一から鍛え直しみたいなもんだしな。お前らあんま贅沢言いなや。お前のやつは使いどころが限られすぎるよ。決まると強いけど、味方が一人でもいたら使えないのピーキーすぎません。おしゃれなんだけど惜しい性能。ゲームに出にくそう。封じられようが奪われようが問題ないって点でもクインシーが普通に攻めてきてたら先陣切るのに最適だったんだなって。
いや死神でも仲間割れするっていうか完全な乱戦になるからダメでしょ。どう転ぶか完全に爆地になる。山爺が味方丸しに来ると考えると怖すぎる。残花の太刀は本人が強すぎるせいなので挽回自体は単純で使いやすいと思う。使い続けると自分自身も燃え尽きるぞ。平子がレスレクシオン習得できたらなでしこの花の植物系ホローになるんだろうか。見た目が想像つかん。アランカル編で挽回使わなかったキャラは全員使わないだけの理由がRPキーサだった。挽回で霊圧が5倍だか10倍だかに跳ね上がるのが強いって初期に説明されたのに挽回が特殊すぎて、まともに倒すのに視界で相手の挽回の10倍以上強くならないといけない特殊な挽回きつすぎない？戦闘能力が5から10倍であって霊圧ではないぞ。割とよく間違えられるよね。限定解除とごっちゃになってるのかな。覚えたてで使いこなせてないのが多いのもあると思う。使えるだけでは微妙で、使いこなすにはさらなる修練が必要みたいなことを白夜が言ってたし、まあ使いこなせるようになるまでに壊れたらアウトなのがきついし、中には壊されてなんぼとかいうハズレオブハズレも混ざってるが。ソウルソサエキ編当時は千本桜影よしやし王座ビマル、天差残月みたいな単純な火力強化の出し得挽回がほとんどだったからな。後半に出てきた PT 型やら無差別型の挽回はあの時は想定してなかったんじゃないかな。古参で強いやつは誰もがみんな通ってる道だから。山爺しかり凶楽しかり。本人の霊圧が上昇して挽回へ得すれば、視界と比べて5から10倍の戦闘力になるけど霊圧制御が視界より難しくなるよ。さらに挽回時に自戒させたら、自戒させた部分は二度と治らないよ。挽回は一度壊れたら修復不可能とかいう、ブリーチで不要な設定堂々1位。だけど残白刀の成り立ちやメノスグランデの設定見れば間違いなく必要な設定なんだよな。挽回修理不可。一角の挽回も純粋強化に近いし場面を選ばず使えるのは強いと思う。本人の矜持のせいで場面を選ばず使えないのが問題だけど。正真正銘の使い捨てなのがね、ソイホンなんかは使い捨てっぽく見えて再生するのに。早く真の名教えてあげて。ホオズキマルとザビマルは挽回に保険かけてそう。全部解放して 100% の力出して破損したらそれまで、ではなくて半分だけ解放して 50% の力出して1回だけ再生できるようにしている。ザビマルが治ったのは誠の名前を教えてもらったからではなく OS に打ち直してもらったからなんだ。どの挽回もサイズ、火力、効果範囲のどれかはでかいから、ホオズキマル以外は狩猟しないと味方を巻き込むでしょ。そもそも本人が面倒くさくて扱いづらい奴らばかりだからしゃあない。ハゲの挽回のスロースターターは単に鍛錬不足な気がする。ちゃんと使いこなせば使い勝手いい挽回になると思う強いとは言ってない。スロースターターな代わりに最大火力がさらに上がってるのかもしれんぞ。使いこなせたら楽しそうなのはローズ。あれも普通に強いよね。やられ方があれだっただけに無能扱いされてるけど。セイントセイヤのソレントみたいに。聴覚ではなく脳にダイレクトに作用する能力だったら強かったのにな。ぶっちゃけ兄様の挽回も慣れるまでは自分に歯が刺さりまくったりしたろうし、シロちゃんも残白刀使いこなせてない時にばあちゃんを凍えさせてたし、一番重要なのは時間かけて習熟していくことだよ。味方を巻き込まない、変な発動条件もない、能力だけ純粋に強化されると、スペックだけ考えたらムグルマの挽回ってすげえ優秀な気がするんですよ。本編の扱いと戦果はさておき。完全に扱いやすさを重視するなら上死にの槍かな。上死にの槍は長さを変えると重さも変わって振るの大変そう。使いにくい挽回が多いというより隊長クラスの霊圧を全開でぶちかますと被害がでかいだけじゃないかね。隊長、副隊長が現世に来るには霊圧の限定がいるし、ハゲはそもそもがそんなに霊圧高くないから挽回してもあれだったんじゃないかな。あんまり鍛えなくても即戦力だった残月は当たりかもね。伸びしろも文句なしだし、自分の魂移し取ってるんだから挽回がピーキーなやつは本人の性格が使いづらいだけや。